ダストチャンネル。ここは喫茶どんぶら。毎度毎度言うが、あの桃谷二郎はなんとかならんものか。日に日にエスカレートしているぞ。ドントラボルトになってから危なさに拍車がかかってますからね。その度に引っ叩くのもめんどくさいし。ねえマスター、何かいい方法ないですか？そうだね、ドン桃太郎がいながらいなくなれば解決するでしょ。は？意味わかんないんですけど。はるかさん、マスターの写真集の一件から当たりがきつくなってません？おいみんな、一月に子供がさらわれた。ああ、坊やお返して。ママあんたね、子供をさらったのは。なんだお前たち、俺の邪魔をするなら許さないぞ。奥さん、僕たちが必ずお子さんを取り返しますからね。ああ、私のワンちゃん。ワン、あれ猫だよな。名前がワンって言うんです。そうか。おい貴様、子供をさらうとは言語道断。この俺が成敗してくれる。行くぜ行くぜ。おっと、ママ貴様、俺を相手に子供を盾にするとはいい度胸だ。これなら手も足も出ないだろう。おとなしくおでに倒されちゃいな。なんて卑劣な。子供を盾にされたら戦えないですよ。どうすんの太郎。やっと見つけたぞ。今日こそ貴様を倒してやる。げ、危ない二郎。この忙しい時に、やっと来たか。待ちくたびれたぞ。何？お前の相手をしてやってもいいが、あいにく取り込み中だ。先にあいつを倒さなくてはならない。なら今すぐあいつを倒してやるから、俺と勝負しろ。いいだろう。だが一つ条件がある。条件だと、あの子供は無事に取り戻せ。そうしたら勝負してやろう。ち、しょうがねえ。なんだお前、お前もあいつらの仲間か？邪魔だ、今すぐ消えろ。この子供が見えないのか？チッ、アバターチェンジ。ん？ママー！何？お前いつの間に？じゃあこの手に持っているのは文句あんのか？おーこら、ヤンキーになっとる。はや、一瞬ですり替えたの？海賊の力か。ほらよ。ママー！ワンちゃん！無事戻ってよかった。さあ早く安全なところへ。貴様よくも、ギタンギタンにしてやる。お前俺に喧嘩売ってんのか？オーコラ。お前は黙ってろ。メンチ切ってんのか？オーコラ。うるさい、覚悟しろよオーコラ。言葉映ってるし。あとはお前だけだ。さっさと消えろ。お、おいこら！お供ども合体だ。え、でも一月は倒しましたよ。いいから合体だ。大合体。ドン。鬼退治。約束は守った。俺と勝負しろ。いいだろう。うん、お前は誰だ？用があるのは桃井太郎だけだ。奴はどこだ？いえ、ここにいる。お前じゃない。こいつ太郎だって分かってないんだ。なるほど、これなら太郎も嘘をつかなくて済む。さっさと居場所を教えろ。俺はここにいると何度も言っている。ああ、桃井太郎はあっち行ったよ。桃井太郎、俺と勝負しろ。ふう、やっとどっか行った。桃井さん、よくこんないい案思いつきましたね。確かに、あれなら太郎でも嘘をつかずにごまかせる。マスターが言っていただろう、
俺がいながらいなくなればいい話だ。マスターはこのことを言っていたのか。それにしてもあいつ、今頃太郎のこと探し回ってるんだろうな。太郎、俺と戦え。ん？あのちょんまげはやっと見つけた。こそこそ逃げ回りやがって。俺と戦え、桃井太郎。え？僕の名前は桃太郎ですけど。うおー、桃井太郎どこ行った？